じゃあ、ユアレストランのカツオウエットの感想をお願いします。なんか、もともと地元の皆さんと一緒に特産物、地元の特産物を使ったお料理を一緒に召し上がっていただいて、笑顔の空間が生まれるようにっていうイベントだったんですけど、私のね、一緒によしくと伺った、宮城ではちょっとね、いろんなことがあって、2人だけで、訪問になってしまったんですけど、それでもなんかすごく楽しくって、よしくんだったからってのもあるんですけど、特産物たくさん触れ合えたし、なんかこういう形でアレンジできるんだとか、こんな食材食べられるんだとか、あとは、300年前のものがしっかりした形で残ってったとか、そういう歴史的なところにも触れ合えて、すごいなんか学びの場に私にとってはなりました。一番最初に行った館山は、純ちゃんっていう農家やってる方とすごく仲良くなって、あと市長か、市長のケンちゃんっていう人がいて、ケンちゃんなの？そうそうそう、まあ会って3秒ぐらいで、あ、じゃあケンちゃんでいいですかね、お、いいよいいよみたいな感じで仲良く、市長さんですね、そうそうそう、すごくみんないい人で、もう3個とも回ったけど、やっぱりなんかいろんなところでも言うんだけど、やっぱ共通点はやっぱり人と人の横のつながりだったりとか、なんか一人一人が全部ちゃんとなんか人としてなんかやっぱつながってるなっていうのがあって、これをさらに世の中に伝えなきゃいけないなって思ったなっていうのが一つで、まあ、そうだし、これからもっとこれからの活動、このユアレストランの活動とかもそうだし、いろんなこういうプロジェクトをさらにさらに盛り上げていって一緒にやりたいですね。温かかったよね。そうだね。なんか私たちが本当はおもてなしする側だったはずなのに、それで言うとすごいなんかいろんなことを教えてくださって、そうだ、ね、楽しい時間私たちも一緒に過ごさせてもらったことは、だからなんかお互い 50-50 で楽しめたっていうのは本当に贅沢だなっていうか、そうだね、なんか活動をする中でこんなことを大切にしたとか、こういうことを意識したっていうところって何かあったりしますか？ある何か。私はもうただただ楽しませてもらって。いやけど、俺も一緒だな。もう逆にいい意味で特にないかもしれないです。本当にただただもう理由なく楽しかったっていう素直に。ただあれだね、やっぱり私たちが、それで言うとやらなきゃいけないことで言うと、空間で起きたこととか、まあそうだね、それちゃんと理解してしっかり発信するっていうことが、でそれを皆さんに伝えて皆さんにも体験してもらうっていうことが私たちにできることなので、そうだね、はい。じゃあなんかこのユアレストランっていう、取り組み、佐弥子さんはいろんなこう他にも活動されてると思うんですけど、なんかこんなメッセージを届けたいとか、なんか届けたいメッセージ、多くの人に思うことってありますか？そうですね、なんか今回も台風の被害、去年の台風の被害で被災した場所でのユアレストランの開催だったんですけど、本当に災害っていうのは起きないに越したことはないですけど、起きてしまった場所でこうやって笑顔につながる何かができたっていうこと、そしてなんかそれがつながっていく、その先にもつながっていくっていうことが知れたっていうのはすごく大きなことだと思っていて、この支援の輪がもっともっと大きく広がっていったらなって願ってます。まあけどこの台風19号があって、僕もニュースで見てて、これやっぱり東京はまあたくさんビルがあるし、まあ、ある程度なんてことないんだろうなって思ってたんだけど、やっぱりいろんな場所はなんかすごく大変なことになっちゃってたし、特に川とかもうすごい全部木とかももうどんどん流されても、そうそう、もう元の形にはもう一生戻らないんじゃないかっていうぐらい荒れてたっていう現状を知ったし、まあさっき彩子ちゃんが言ってたみたいに、もうさらにこの輪を広げてって、なんかもっとこのプロジェクトを面白いものにしていた、していければなと思ってます。ちょっともう一個だけ追加で、彩子さんがこうイベントの中で、まあ最初は彩子さんがやってたことがどんどんこう一般の人に広がってっていう広がりの中で、今度こう10代のよし君とかがこういう活動にやっていくっていう意味では、彩子さんがこうやってる活動はこう彩子さんだけじゃないかもしれないですけど、こういろいろ広がっていってると思うんです。なんかそういったところに対して思うことってありますか？そうですね、なんかそれでいうと個人で10年続けてきて、まあ、自分でやってることだから人にどうこう言うことじゃないと思いながらも、やっぱりこういうマスコミ関係の仕事で表に出させてもらえて協力を手にさせてもらえたからこそできることってあるはずだよなと思って、発信しながら支援活動してきたんですけど、
人を巻き込んでやっていくってことは一人でできる可能性と全然幅が違いすぎて、あまりの大きさに去年の台風の時に支援物資集めて皆さんが賛同して物資がたくさん集まったっていう時にも体感しましたし、今回よし君みたいに若い子たちも巻き込んで、で彼らがまた発信して若い世代の子たちがそういう活動とかそういうところに目を向けるっていうことを当たり前のようにできるようになる世の中が来るんじゃないかと思うと、すごくなんか明るい未来が待ってるんじゃないかなって、間違いない、一緒に動いてて感じましたね。